ここからは久保天気さんのお天気リンクです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて今日のお天気リンク、はい、台風の疑問とありますが、日本人さんから台風の疑問についてあるんですよね。はい、いろいろと聞きたいことがあるので、はい、今日聞きたいと思います。はい、まず一つ目、近年日本への台風が多くなってきている気がするんですが、うん、はい、これ温暖化の暑さが台風の数に結びついていたりはするんですか。はい、これはですね、いい質問ですね。こちら、はい、結びつきません、うん、猛暑だった去年もそして今年も台風の発生数は平年よりも少なめなんですよね。ただ気温が高いと海水温も高くなってきますので、これ台風がですね、結構日本の近くで発生したり発達したりして日本に被害を及ぼす台風っていうのが増えてくることになるんですよね。なるほど。では2つ目、はい、いいですか。はい、台風が発生すると進路の予想が出ますよね。はい、あれどうやって決めてるんですか。またまたいい質問ですね。答えは天気図の中にあるんですよね。はい、台風は実は自分で進路を決めません。周りの風に流されるんですが、この太平洋高気圧、そしてこの偏西風のポジションで決まるんですよね。太平洋高気圧がどれぐらい西に張り出すか、そして偏西風がどれぐらい南の方を吹くかによって決まるんですね。なるほど。ただ今回の台風10号については進路がよく変わりましたよね。はい、これなかなか難しかったんですよね。この太平洋高気圧の張り出し、はい、西への張り出し、この予想がかなり難しかったんです。しかも九州の南海上に一時的に低気圧が発生しまして、低気圧こう反時計回りですので、この台風をこう西に引っ張るような形を取ってしまったんですよね。そして速度もだいぶノロノロしていましたけど、はい、かなり遅かったですね。うん、偏西風がこう北の方に、北海道の方にあったので、はい、これ偏西風に乗らないな、まあ、速度が上がらないなという予想はできてたんですけども、この遅くなってしまうとこう長い時間雨が降ることによって記録的な大雨になってしまいますよね。そして、スピードで言いますと、秋は偏西風が本州付近にこう下がってくることが多いので、夏よりも秋の方がこう台風のスピードは速くなることが多いんですよね。そうですか、よくわかりました。では最後の質問です。はい、夏から秋にかけて台風が発生しやすい、これは何でですか。はい、これはですね、海水温が鍵となるんですよね。うん、海水温、台風は27度以上の海で発生発達してるんですね。海水温が高くなる夏から秋に発生しやすくなります。ただ赤道の近くは冬も27度以上もあるので、実は一年中発生しています。2019年は元日にも発生したことがあるんです。正月に、はい、季節というよりも海水温が高い時期に発生しやすい、はい、ということなんですね。そうなんです、うん、では最後に台風や地震に備える防災グッズについて見ていきたいと思います。はい、基本はやはり水、食料、簡易トイレになるかなと思います。そして台風の時は強風で電線が切れて停電する恐れがありますので、うん、やっぱりまあ懐中電灯などあるといいかなと思いますね。はい、またエアコンが使えないことも考えられるので、夏は暑さ対策、冬は寒さ対策が必要になります。はい、そして最近よく見るこのポータブル電源、うんうん、これあった方がいいと思いますね。なるほど、今回も勉強になりました。はい、